こんにちは。お久しぶりです。美唄駅にやってきたゆいなさん。いや、早速車に乗り込み今日の一番を探します。ゆいなさん、はい、このね、はい、道が、はい、今日の一番なんですけど、何の一番か分かりますか？道？え？二車線の普通の道路に見えますけど、道路の形とか気になること、はい、まっすぐ続いてます。待って、まっすぐ続いてる。一番長い直線道路。ゆいなさんの予想は果たして当たるのか。しばし車を走らせていると出てきたんですけど、待って、直線道路日本一当たりました札幌と旭川を結ぶ国道12号。中でも美唄市から滝川市までの4つの市と町を結ぶこの区間は日本で一番長い直線道路なんです。俺は仕事からヒッチハイクしてたから昔。空から見ると一目瞭然、ずっとまっすぐ伸びています。ヘリから見るとすごいね。ありましたね、直線道路日本一、 29.2 キロ。しかも日本一なんですね。すごい。ここから、はい、ちょっと名物などを探しに行こうと思います。名物？この道路の？はい、わかりました。行きましょう。はい、お願いします。道路の名物？なんだ、あ、そういうこと？直線道路のスタート地点から車でおよそ20分。気持ちがいいです、はい、お、水平線も見えて、中間点、すごい、中間地点の看板もあるんですね。やってきたのは内江町の道の駅ハウスヤルビ内江にあるラーメン店。聞きました。ここでは国道12号の長い直線道路をヒントにしたあるメニューが話題を呼んでいます。あ、つけ麺だ。おー、ありがとうございます。ゆいなさんの元に届いたこちらのつけ麺、一見普通に見えますが、お、長いですね。国道12号のように長い麺、一体どれだけ長いのでしょうか。まだでもありそうよ。これは特注で作るんですか。70もあるんですか。その名も直線道日本一つけ麺です。5分ぐらい。これはつけ汁にこう移すのも大変、ね、わ、すするの大変、まあ、6回ぐらい進みなきゃいけないですけど、もちもちしつつもすごいつるっと食べられるので、すごいね、食べやすいです。みんなのあのきっかけになって、ここもあの賑わってくれればいいなとは思います。日本一の直線道路をきっかけに地域に賑わいを。内江町がユニークな取り組みを始めたと聞きつけ役場を訪ねると、こんにちは。ネクタイが、お願いします。はい、ズドンってネクタイをされているんですか、はい、これはこちらですね、内江町のキャッチフレーズズドンになります。内江町の魅力を PR する言葉を町民に募集したところ、去年9月、町を貫く国道12号と、うん、近くの雄大な山並みを想像させるこのズドーンが選ばれたのです。今年の20歳を祝う会では、早速トートバッグとマグカップにズドーンの文字を入れてプレゼント。街を PR しました。なんかのきっかけでちょっと、今後商品名やイベント名などに活用して内江町を印象付けたいと言います。私たちだけが使うものというふうに定めたものでありませんので、町民の方々、あのお店をやっている方、いろんな方々にですね、どんどん積極的に使っていただければなというふうに思っております。内江を堪能した後は
お隣の砂川市にも寄り道。高速の休憩所として有名な砂川ハイウェイオアシス館。ここにもあるの。ここで、はい、日本一の直線道路にちなんだスイーツがあります。スイーツ、ちなんだスイーツ、ちょっとでは、はい、してみてください。わかりました。知らないな。行ってきます。知らないですね。結構目立つ場所にあります。目立つ、結構広い。見つけ、最初見つけられなかったんですけど、広いぞ。なんだろう、こっち側ラーメンの具なんてあるんですね。こんな瓶に入ってるお米なんかあるんだ。え、目移りしちゃう。確かに豊富なラインナップに興味津々のゆいなさんですが、目指すのはスイーツですよ。なんだ、スティックなんかね。待って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 、もしかして国道12号線の1000分の1サイズ、これだ。直線道路スイーツはスティック型ワッフル。ゆいなさんの顔の大きさを超えるビッグサイズです。うん、30センチワッフルって結構甘い、美味しい。しかも米粉なのですごいもちもちしてます。一口食べてもまだこんな残ってますよ。そうね、大満足。でもまあすぐ食べ終わっちゃいます。美味しかった。国道12号がどうしてこれほど長くまっすぐになったのか、その理由を解き明かすため道路を維持管理する開発局の事務所にやってきました。日本で一番長い直線道路がこの日本で一番になったのっていうのはいつなんですか？それはですね、明治19年の頃にわずか3ヶ月とかそのくらいで直線の道路ができたといったそういった歴史があるんです。北海道の発展の要所となる札幌から旭川までの道、工期を短縮するため当時なるべく直線道路となすという指示のもと工事が進められました。札幌ももちろん中心なんですけどね、そこから旭川、上川の方につなげることをやらないと北海道のこの後の発展ということでなかなか難しいんじゃないかということで、まあ、道路を作った。日本一の直線道路は誰の手によって作られたのでしょうか？囚人、短期間にしかも木を切り倒したりドロドロのところを直しながら進むということで、その作業がきつくて命を落とされる方がいたというふうに聞いてますね。砂川市の空知太神社には工事で亡くなった人の慰霊碑も建てられています。その囚人の皆さんが一生懸命この北海道の大自然の中でそれを少しずつ直してこの道を作っていたというそういう歴史があるということですよね。北海道の発展を支えた日本で一番長い直線道路国道12号、今後も周辺地域の発展に注目です。